それは雪が降る大晦日の出来事。シュタールバウム家では大きなクリスマスツリーが色とりどりのオーナメントとキラキラ光るライトで飾られています。そんなある日、誰かが家のドアをノックします。娘のクララが嬉しそうにドアへと向かいます。ドアを開けると、そこに立っていたのは腕いっぱいにプレゼントを抱えたドロッセルマイヤーおじさんでした。大好きなドロッセルマイヤーおじさんとたくさんのプレゼントに大喜びです。新年のその時までプレゼントを待てそうにもありません。ドロッセルマイヤーおじさんはクララをがっかりさせたくなかったので、プレゼントをあげることにしました。クララはとても嬉しそうにプレゼントを開けます。それは今まで一度も見たことがないような素敵なプレゼントでした。おじさんがくれたのは、赤い鼻に細い口ひげを蓄え、おかしな顔をしたくるみ割り人形でした。こんなおもちゃは一つも持っていなかったので、とても気に入ります。早速人形を手に取り、ダンスを踊り始めます。一方、クララのやんちゃな弟フリッツは、もらったプレゼントが気に入らずに投げ捨ててしまいます。彼はクララのくるみ割り人形を羨ましそうに見つめると、それを奪おうとします。貸せよ。ダメよフリッツ、私のよ。クララから人形を奪い取ると、階段を駆け上がって行ってしまいました。ねえフリッツ、返してよ。自分のおもちゃがあるじゃないの。ネズミなんて嫌いだ。これは俺のだ。フリッツ、ねえお願い、返して。ほらよ。投げ落とされた人形を取ろうとクララが歩み寄ってみると、そこには腕が外れて壊れてしまったくるみ割り人形が横たわっていたのです。クララは悲しくて泣き出してしまいました。クララ、心配ないよ、直してあげるからね。夜も更け、新年のお祝いが終わった頃にはクララは遊び疲れていました。ベッドに入ると壊れた人形のことを考えます。おじさんがちゃんと直してくれるといいんだけど。人形が気になって仕方がないので、わずかな望みを胸にツリーのところへ行ってみることにしました。するとどうでしょう、ツリーの下にあのくるみ割り人形が置かれていたのです。クララは大喜びで人形を腕に抱くと、その場で眠りに落ちてしまいました。しばらくするとクララはおかしな物音に気づき、目を開けますが夢を見ていたのだと考え、また眠ってしまいます。実はそれが夢の国への旅の始まりだったとは知る由もありません。またおかしな音が聞こえてきます。それはまるでネズミが何かに噛みついているような音です。再び目を開けた時には、なんと部屋のすべての家具が大きくなっていました。クリスマスツリーも一段と大きくなっています。クララはすっかり目が覚めてしまいました。実は家具が大きくなったのではなく、クララの体が小さくなっていたのです。そして目の前にはなんとネズミの王様と兵士たちが迫ってきていました。クララは恐ろしくて逃げ出そうとしますが、ネズミたちはクララの周りをゆっくりと取り囲んでいきます。その時、くるみ割り人形もまた目を覚ましていました。クララ、突っ立ってないで木に登って逃げるんだ。さあ早く。クララとくるみ割り人形はクリスマスツリーを登り2階へと向かいます。一体どこへ逃げればいいの？ネズミが見つけられないような場所へ逃げるんだ。僕は助けを呼んでくるよ。
クララは走り出し、くるみ割り人形もまた助けを呼びに外へ駆け出します。ネズミたちは部屋中にあふれ、クララを探しています。その頃、くるみ割り人形はおもちゃ屋さんにやってきていました。店先に並んだおもちゃの兵隊を見つけ、大きな石を拾い上げるとガラスに向かって投げつけます。助けてくれ、ネズミの王様と兵士たちに追われている友達のクララを守りたいんだ。動いてくれ、お願いだ。くるみ割り人形がそう叫ぶと、ブリキの兵隊たちが一斉に動き出します。割れた窓から飛び出し、くるみ割り人形についていきました。家へ戻ると、そこはまるで戦場のようでした。ネズミたちに荒らされて、家の中はめちゃくちゃです。くるみ割り人形と兵隊たちは剣を引き抜くと、ネズミたちに立ち向かいます。しかし、はるかに多くのネズミたちを相手に、兵隊たちは怪我をして倒れていきます。くるみ割り人形もボロボロになって戦っていました。クララは隠れていた場所から出てくると、その様子を見ていても立ってもいられませんでしたが、その小さな体のままではどうすることもできません。ネズミの王様は剣を振り上げ、くるみ割り人形に迫ります。それを見たクララは、とっさに履いていた靴を王様めがけて投げつけます。ダメよ、ネズミなんかに負けないで。靴はなんと王様の頭に直撃します。気を失い、床に崩れ落ちます。その様子を見た兵士たちは、ネズミたちが戦いに負けたのだと気づきます。そして王様を抱え上げると、部屋から出て行きました。クララはくるみ割り人形のもとへと駆け寄ります。しかし、意識がありません。膝をつき泣き出します。どうか目覚めて。その時です、突然クララの後ろに妖精が現れます。青い洋服に青い翼、キャンディーでできた杖を持ったお菓子の妖精です。クララを気の毒に思った妖精は魔法を使います。するとくるみ割り人形は、なんとハンサムな王子に姿を変えます。クララは驚きますが、彼の無事を喜び、王子を見つめます。ハンサムな王子はクララの手を取ると、二人は踊り始めました。それは魔法のようなダンスでした。二人は舞うように踊り、ついには宙に浮き上がったのです。そして妖精の粉に包まれると、そこに他の妖精たちが現れます。妖精たちはクララとくるみ割り人形をお菓子の国に連れて行きました。砂糖でできた木、ゼリービーンズの花、金色のリンゴ飴、甘くてまるで夢のような場所です。クララは起きたことをすべて話して聞かせます。すべてわかっていますよクララ、ここは安全ですよ。すると、どこからともなく美しい笛の音色が聞こえてきます。妖精たちも色とりどりの花々も踊り始めます。クララとくるみ割り人形もその踊りの輪に加わりました。カラフルなお菓子やキャンディーもみな楽しそうに踊っています。すると、二人が踊っているその場所が舞台であることに気がつきます。笛の音色が止まり、辺りを見渡したクララは拍手喝采を浴びていました。二人は拍手に応えます。幸せをかみしめながら、クララは目を閉じます。クララ、クララ。母親が呼ぶ声に、クララは目を開けます。目をこすりながら辺りを見渡します。クララはくるみ割り人形を腕に抱いていました。何が何だか分からず、
戸惑っているクララを母親が見つめています。一晩中ここで寝てたのかい？お母さん、ああ、だけどまるで本当のことのようだったのよ。もう一度あの幸せな場所に戻ろうと、クララはまた目を閉じました。昔昔あるところにハイジという名前の小さな女の子がいました。お父さんとお母さんが亡くなり、ハイジはおばさんと暮らしていました。ある日二人はアルプスの山あいにやってきます。この小さな山小屋に住むのは気難しいことで有名なアルムじいさんです。この日ハイジは初めておじいさんに会いました。おばさんは町で新しい仕事を見つけたことを話すと、ハイジを置いて町へと帰っていきました。アルムじいさんは人里離れた場所にひっそりと暮らしていましたが、実はハイジが来たことをとても喜んでいました。しかしハイジにそんな様子は見せません。おじいさんは屋根裏部屋にふかふかのベッドを用意します。ハイジはおじいさんを愛していました。山での幸せな生活が今まさに始まろうとしていました。ハイジが朝目覚めると、おじいさんは大きな犬ヨーゼフを紹介します。ハイジはヨーゼフが大好きでした。ハイジが丘を散歩していると、牧草地でヤギを放牧しているピーターに出会います。君のことを見たことないや。着いたとこなの。おじいさんと住んでるのよ。次の日、ピーターはヤギを放牧するためにハイジと牧草地にやってきます。二人は一緒に山を散策します。ハイジにとって全てが初めてのことばかりでした。ピーターから山での仕事を教えてもらいます。アルムじいさんは口には出しませんが、ハイジをとても愛していました。一日中野山を駆け回って遊び、ハイジは幸せな毎日を過ごします。しかしおじいさんの家事を手伝うことも忘れてはいません。お気に入りの一つはおじいさんのかまどでパンを焼くことでした。ピーターのおばあさんに作ったパンを届けては、新鮮なヤギのミルクをもらって帰ってきます。暖かい季節も終わり、寒い冬がやってくると、ピーターは学校に通い始めます。小さくてまだ学校に通えないハイジの一日は退屈なものになってしまいました。ある日、ハイジのおばさんが彼女を町に連れて帰るために戻ってきました。自宅学習をさせようと考えていたのです。最初おじいさんは怒って納得しそうにもありませんでしたが、ハイジのことを考えると、町で読み書きを学ぶことが一番だと気づきます。ここを離れたくないわ。おじいさんを愛してるもの。ハイジは反対します。しかししばらくすれば山に戻ってこられると、ハイジに約束し、汽車での長旅の末、町の大きなお屋敷へとハイジを連れてきました。わあ、なんて大きなお屋敷。ここに住むの？家に入り、ハイジはクララに出会います。クララは事故に遭ったせいで歩くことができません。実はおばさんはハイジをクララの友達にしたくて連れてきたのでした。二人はすぐに意気投合します。世間知らずのハイジがするミスを見てはクララが笑います。クララのおばあさんはとても厳格な女性でした。起きなさい。勉強の時間ですよ。たくさん学ぶことがあるのよ。クララのおばあさんはハイジに正しい座り方、立ち方、ナイフとフォークの使い方とたくさんのことを教えようとします。さらに服まで都会的なものに着替えさせられます。ハイジにとってその服はあまり快適ではありませんでした。クララもまたハイジの読み書きの勉強を手伝います。ハイジはクララやその家族が大好きでしたが、山での暮らしとおじいさんをとても恋しく思っていました。寂しさで食べ物さえも喉を通りません。クララのお父さんとおばあさんはハイジの悲しみを察します。彼らはハイジをおじいさんのもとへと返すことにしました。
しかしハイジがいなくなると聞いてクララは悲しみます。愛するということはその人の幸せを願うということなのよ。おばあさんは言いました。ついにハイジにさよならを言う時が来ました。今度はクララがハイジに会いに行くと約束します。山に戻ったハイジは大喜びです。途中ピーターの家に寄ってクララがくれたパンをピーターのおばあさんに届け、都会の服も脱ぎ捨てます。ハイジは走って家へ帰ります。おじいさんときつく抱き合い、二人は再会を喜びます。しばらくしてハイジはクララからの手紙を受け取ります。クララが山に遊びに来るのです。クララはピーターと友達になれて喜びますが、一方ピーターは少しためらいます。なぜならハイジがクララとまた町に帰ってしまうのではないかと思っていたからです。クララ、ピーター、ハイジの3人は丘の上で楽しい時を過ごしました。山の新鮮な空気と食べ物は事故で弱ったクララの体を癒します。しかしピーターはクララとハイジの友情に嫉妬し始めます。おまけにピーターはクララの車椅子を押して回るのが好きではありませんでした。ある日ピーターはクララの車椅子をなんと崖から落としてしまいます。彼はこれで全てが解決するだろうと考えていました。新鮮な山の空気の中で車椅子を使わずに過ごすことがクララをさらに強くします。しばらくすると誰の助けもなしに歩けるようになったのです。私歩けるわ、やったー、ハイジあなたのおかげよ。ある日クララのお父さんとおばあさんがやってきます。二人はクララが歩いているのを見て大変驚きます。アルムじいさんとハイジに二人は感謝しました。そしてその時です。ピーターは自分がやったことを恥じ、車椅子を崖から落としたことを告白します。本当にごめんなさい、僕は間違っていました。許すわね、クララ、今の私たちはとっても幸せだもの。みんなで喜びを分かち合います。クララとその家族は次の夏にまた遊びに来ると約束しました。そして彼らは皆ずっとずっと幸せに暮らしました。